はい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 、めちゃくちゃでかいね今日の勝ちね。本当にナイスゲームだったと思うし、まさか阪神が今日ね負けると思ってなかったんで、マジック2つ減ってマジック6ですか。いやこれは激アツやな思うし、本当に今日井上投手もそうだし、まあ、吉川選手、岡本選手、まあその他もそうですけども、めちゃくちゃいい試合運びだったんじゃないかなというふうに思います。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたカープ対ジャイアンツのですね試合解説の方をやっていきたいなと思います。はい、今日ジャイアンツ勝ちました、よいしょよいしょよいしょ、ナイスゲームというところで、まあ、やっぱりね、井上投手がね、こんだけ成長したというか、まあ、5回までだったんですけども、しっかり投げ切ってくれたっていうところが、すごく良かったと思いますし、まあ、序盤にね、まあ、大量得点というか、まあ、しっかり4点かな ?4 点取れたっていうところで、まあ、そういったところで、まあ、気持ち的にもね、楽に、投げれたんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今日ね、ちょっとね、詳しく解説していきたいなというふうに思ってます。はい、その前にですね、ちょっと告知させてください。ちょっとだけ。はい、今年中にね、チャンネル登録者数5万人、500人違うよ、5万人をね、マジで目指してますんで、行った暁にはですね、ジャイアンツの選手をこのチャンネルに読んで対談したいなと思ってるんで、ぜひね、見たい方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の動画の流れとしてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点両チーム見ていきまして、そして最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよっていうところをですね、できるだけ分かりやすくね、面白く飽きさせないようにね、喋っていきたいと思いますんで、ぜひね、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながら、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。はい、まず今日はですね、8対2というところで、ジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょ、ナイスゲーム、マジック6っていうところで、ちょっと振り返っていきますけども、まず3回表にですね、4点取ったんですね、ジャイアンツね。はい。2アウト1、2塁から吉川選手の、まあ、レフトへの2塁打。で、2アウト2塁から岡本選手のホームランというところで、一挙4点取るんですね、これ。これがでかかったと思います。はい。で、4回裏にですね、ノーアウト1、2塁から、まあ、小園選手のレフト前のタイムリーやりまして、1点返されるものの、7回表に1アウト3塁から、またもや、吉川選手がセンター前ヒットのタイムリー。で、2アウト1、2塁から坂本選手のライトへの2塁打。タイムリーで、2アウト2、3塁からオコエ選手のレフト前タイムリーというところで、まあ、この回も、ね、一挙4点取るんですね。はい。で、最後、まあ、7回ぐらいですね、2アウト2塁から秋山選手のセンター前ね、まあ、これもちょっとね、ほんま三振やったんちゃうかなみたいなところあるんですけど、まあ、後で詳しく言いますけども、まあ、センター前打たれまして、で、まあ、8回、9回は 0-0 というところで、8対2というようなゲームになっております。はい、じゃあですね、次はですね、スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと両チームのスタメンの変更点、ちょっと広島がめちゃくちゃ変更してるんで、ちょっと、ね、一緒に見ていきたいと思います。はい、まずホーム側の広島からいきたいと思うんですけども、すごくね、変わってましたね。ちょっとめちゃくちゃ変わってるんで、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、まず、昨日2番で出てたね、キャッチャー2番で出てた坂倉選手が今日はね、まあファーストで出ておりますと。で、キャッチャーは相澤選手8番に入っておりますと。で、昨日4番にね、ライト野間選手が入ってたんですけども、今日は野間選手は出てなくて、7番に、ライト末兼選手入ってます。で、昨日5番バッターだった堂林選手ファーストで入ってたんですけども、今日はレフトで出場しておりますと。で、その代わりに、ファーストに入ったのが坂倉選手ですね。で、末兼選手は昨日レフトだったんですけども、今日はライトで出ておりまして、で、7番の矢野選手がですね、今日は2番に、2番ショートとなっております。で、菊池選手が8番だったんですけども、今日は6番バッターになってます。で、ピッチャーは床田投手から今日大瀬良投手というところで、まあ、好投手なんでね、大瀬良投手ね。まあ、非常にコントロールがいいピッチャーというところで、まあ、しっかり、まあ、球種を狙っていくというのもそうですけども、僕はどっちかというとコースでね、張っていくっていうところが、まあ、いいんじゃないかっていうようなね、ピッチャーじゃないかなと僕は思いました。はい。で、ジャイアンツの方ですけども、ジャイアンツの変更点はね、あまりなくてですね、
6番にモンテスが入ってたんですけども、今日は7番に、モンテス入っております。あのレフトでね。で、昨日7番だった坂本選手が今日は6番に入っております。はい。ピッチャーが戸郷投手から今日井上投手というところで、まあ、いい流れで来てるんでね、そこを井上投手がどうやって繋いでいくかというかね。うん。まあ、その、井上投手も7勝してますよね、っていうところで、まあ、あと登板が2回ぐらいかなっていうところで、まあ、9勝を、まあ、マックスできると思うんで、あと2勝できると思うんで、まあ、9勝ね、まあ、もちろんキャリア入るなわけなんで、そこを目指してね、やってもらいたいなというところはありました。はい、そんな感じでですね、こっからです、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、面白く飽きさせないように、お話していきたいなと思うんで、ぜひね、こっからあジャイアンツファンの方であったりとか、カープファンの方を見ても面白いかなというふうに思いますし、僕はね、結構ジャイアンツの選手だけじゃなくて、ね、公平にね、見ようというふうにね、思ってますから、いいところはね、敵チームであっても褒めたり したいと思ってますんで、こっから見てください。よろしくお願いします。はい、まずですね、一回裏見ていきましょうか。はい。これ非常に、細かいプレーというか、なんですけども、これ非常に大きかったなと思ってて、先頭の秋山選手がセカンドゴロ打ったんですね。パーパーパーって普通に打ったんですね。そしたら、バウンドがね、パーン跳ねていきなり、その、あれですよ。イニング始まってこれ初回ですよ。初回の一回裏の打球がいきなりこう、セカンドゴロがパーン跳ねるんですよ。もうこんなん、なんか、モグラでもおんのかっていつも思うけどね、この、カープの球場ね、これ松田は。ちょっとよくわからないんだけど、これ吉川選手が普通にこうゴロ取る感じで行って、パーンって跳ねてこうジャンプして取ったんですね。これナイスプレーだったと思います。普通にやってるけど、普通に取ってるけど、これね、これいきなりね、先頭出てたりとかなってたらわかんないんでね、そこをしっかり抑えれたっていうのは非常に吉川選手ね、ナイスプレーだったなと思います。はい。で、2回裏ですね、カープの攻撃、ちょっともったいなかったな、カープがもったいなかったなっていうところあったんですけど、カープね、めちゃくちゃ今日ね、先頭ランナー出てたんですよ。先頭ランナー出てたんですけども、生かしきれなかったっていうところはね、今日ね、範囲なんですけど、先頭、坂倉選手ね、センター前ヒット打ちますと。で、ノーアウト1塁で堂林選手空振り三振するんですね。で、ワンアウト1塁で菊池選手の打席の時に、まあ、2エンド2というカウントで、まあ、多分、ランナーがね、スチールというか、まあ、ヒットエンドランとかだと思うんですけど、をかけてきて、で、それを、まあ、井上投手がね、牽制でアウトするんですけど、これもったいなかったなと思います。うん。で、まあ、堂林選手がランナー遅れなかったっていうところもそうですし、多分ランナー遅れなかったから、じゃあちょっと足使って、まあ、ランエンドヒットか、ヒットエンドランでね、ランナーを進めてっていうところを考えてたと思うんですけど、そこで牽制アウトになってしまうっていうのは非常にもったいない。で、結局、これ菊池選手がこれサードゴロ打ち取られて、せっかくセンターランナー出てるのにね、3人で終わってるわけなんで、こういうところが今、カープがこううまくいってないところというかね、ちょっとこうちぐはぐ感があるんじゃないかなと思います。で、逆に、巨人ですけども、3回表ですね、この回4点取る回ですけども、結局これね、先ほど言ったじゃないですか。カープはランナーめちゃくちゃ先頭ランナー出してると。でも、これね、ジャイアンツ4点取った回なんですけど、これ結局2アウトから始まってるんですよ。うん。先頭ランナーじゃないんですよ。2アウトから始まってて、で2アウトで丸さんがね、2アウトで丸さんがこう、ピッチャーランナーね、内野安打を打って、で、2アウト1塁で浅野選手の時に、まあ4球目の 2-2 っていうところでね、先ほどと同じカウントですよね。その時にスチールを決めますと。で、結局この浅野選手もフォアボールでね、ランナー 1-2 塁になるんですね。で、この2アウト 1-2 塁で吉川選手の、まあレフトへのタイムリーですけども、まあちょっと甘く入ってるというかね、外構えというか、外にまあ外すぐらい、まあギリギリのボールを要求して、多分バッターの反応を見たかったぐらいの感じだと思うんですね。それが、ここに構えてるやつがバッて真ん中入って、まあ吉川選手がちょっと詰まりながらではあるんですけど、そのタイムリー打つと。これ非常にもったいないと思いますね。だってワンナ、カットボールでストライク取って、ワンストライクノーボールなんで、全然ね、ピッチャーからしたら余裕があるところで、ちょっとこの失投を投げてしまったっていうのはもったいなかったなと思います。はい。で、ツーアウト二塁から、これ岡本選手もホームランだったんですけど、まあこれも結局先ほどストレート打たれたっていう話だったと思うんですけど、そのストレートがね、また真ん中に入るんですね。で、それで岡本選手がホームランっていうところで、今日の大瀬良投手見てるとね、まあカットボールっていうのはもともと得意でよく投げてたんですけど、そのまあ、対になるボールというか、まあカットボールってこう、逃げて、右バッターからすると逃げていくボールだと思うんですけど、そのね、対になるボール、まあ、例えばシュートであったりとか、ツーシームというボールを、あまり今日使ってなかったんちゃうかなって、まあちょっと表記がね、間違ってる可能性あるんですけど、
うん、ちょっとその、ついになるボールとか、インサイドに食い込むボールとかっていうところが、特に右バッターに対して投げれてなかった。まあ、コントロールがちょっと甘かったのかもしれないけども、そういったところがあったんで、打たれたんじゃないかな。ジャイアンツは打てたんじゃないかなと思います。で、2アウトからでもですね、これ、大城さんがまたこれ、ね、ライト前ヒット打ってっていうところで、なかなか終わらないんですね。っていうところで、まあ、コントロールも甘かったし、その対になるボールを生かしてるかって言われたら、生かしきれてないしっていうところで、非常に難しいピッチングになってたんちゃうかなと思います。で、3回裏ですね、これね、これもまたね、カープもったいないなってところなんですけど、これ先頭ね、スイカネ選手、センター前ヒットで出るんですよ。だから先頭ランナーめっちゃ出てるんですね、今日ね。で、それで、結局これノーアウト1塁で相澤選手見逃し三振するんですね。3球三振するんですけど、これも、まあ、バントをしないのは、まあ、次バッターがね、大瀬良投手なんで、まあ、なんとかしてくれっていうところで、まあ、ヒッティングだったと思うんですけども、それも結局、3球三振の見逃し三振っていうところで、相澤選手もね、ちょっとこれはどうなのかなっていうところありました。はい。で、ワンアウト一塁で大瀬良選手バントするんですけど、まあ、ピッチャーのね、井上投手がいいフィーリングをして、これ、バントゲッツーになるんですね。うん。1、6、3のダブルプレー取るんですね。っていうのもめちゃくちゃでかかったっていうところがあるんで、だからカープからしたら、こんだけ先頭ランナー出てるのになんで点入らへんねんっていう感じになってると思います。はい。で、4回裏ですね。4回裏もうこれまたね、カープが先頭ランナー出るんですよ。先頭のこれ、秋山選手センター前ヒットでしょ。で、これがすごく良かったんですけど、ノーアウト1塁で矢野選手がレフト前にね、ヒット打ったんですよ。だから、さっきからね、カープずっとランナー出てるけど、先頭ランナー出てるけど、次の2番目のバッターが全然ね、うまいこと言ってなかったんですね。ただ、この回に関しては、矢野選手がレフト前にパーンって連打打ったんで、それで良かったと思うんですね。で、ノーアウト1、2塁で小園選手がね、またこれレフト前ヒット打つんですけど、これで点入るんですよ。タイムリーで1点入るんですよ。でも、今日の良かったところというか、井上投手の良かったところは、無駄なフォアボールがなかったっていうところと、打たれても単打が多かったっていうところで、なかなかこうね、まあ僕よく言ったりしますけど、各駅停車というか、長打とか打ったりしたら、こう一気にバーってランナーって回ったりとか点入ったりするんですけど、ヒットだと、なかなかこう、一個ずつしかこうランナーってあんまり進めないんで、そういったところで、打たれてもヒットっていうところが、良かったと思います。うん。だって、打たれてる本数ね、だって、カープ今日11安打してるんですよ。だけども2点しか取れてないんで、そういったところの原因はあるんじゃないかなと思います。で、ここ良かったのが、ノーアウト1、2塁で坂倉選手空振り三振。で、ワンアウト1、2塁で堂林選手も空振り三振と思いますね。はい。で、やっぱりここでね、もっと続いていきたいっていうところはあるんですけども、ここでね、ちょっとこう、秋山、矢野、小園にね、連打打たれてて、ちょっとストレート系を狙われてたっていう感じがあったんで、この坂倉堂林に関してはちょっと変化球を多くしてね、まあ、相手の裏を変えてったっていうところも、これ、ね、大城選手ね、非常にナイスリードだったなと思います。で、2アウト1、2塁で菊池選手にショートへの内野安打打たれたんですけど、ここで2アウト満塁ですよね、末金選手ですよね。ここちょっとね、配球チャート見ていきたいと思うんですけど、ここでもし、まあ、末金選手ね、まあ状態そんな良くないと思いますけども、まあ、ジャイアンツ戦でね、非常に打ってるっていうのがあるんで、ここでもし、例えばですけど、長打とか食らったら、本当に3点とか入ってた可能性もある場面なんですけど、ここ空振り三振取ったんですね。これ非常に良かったんですけど、まず、2球で2ストライクに追い込めたっていうのがめちゃくちゃ良かったんですね。フォークボールで空振り。で、ストレートで見逃し取れたんですね。で、その後2ストライクから、フォークでファール。で、ストレートでファール。うん。で、この時も球も150キロ弱出てたんで、非常に素晴らしいと思います。で、ストレートでボール。で、ここで多分、バッターのね、反応見たと思うんですよね、1球。で、それで最後、じゃあ、もう1球ストレート行ってファール。うん。で、だいぶストレートで攻めて、バッターのこう、神経がね、あ、インサイドまっすぐ、インサイドね、まっすぐ、右バッターに対して、まあ、クロスファイアですよね。非常に今日良かったんで、だいぶ意識してたと思うんですね。で、そこで最後、そのクロスファイアに見せかけといて、同じ軌道からスライダーで落として、空振り三振っていうところで、これがね、非常に素晴らしかったなと思うし、このね、結局、まあ、ヒットは打たれてるんだけども、まあ、長打を許さないというか、ここぞの場面でギアを開けてね、しっかり投げ切れたこの井上投手っていうのは今日本当に素晴らしかったなと思います。はい。でですね、まあ結構ね、広島なんからしくないなっていうプレーもあったんですね。6回表とかも、まあそのワンアウトからモンテスのライトフライを、まあ末金選手がエラーしたりとか、まあそういったところがちょっとね、やっぱりこう今のこのチーム状況とかっていうのを結構表してるんじゃないかなって思います。はい。
で、6回裏行きましょうか。6回裏、高梨投手がね、この回から、出てるんですけど、まあ、先頭の矢野選手を、まあ、12球粘られるんですけど、空振り三振取った。これ素晴らしいですね。で、ワンアウトから小園選手ショートゴロ。で、ちょっと痛かったなと思うのが、ツーアウトから坂倉選手をフォアボール出したんですね。うん。で、ツーアウト一塁で堂林選手に、ライト前ヒット打たれて、浅野選手がちょっとファンブルして、ランナー1、3塁作られるんですね。で、多分、今日ね、5回で、井上投手が変わってるんで、まあ、もうちょい長く投げたかったって本人はコメントしてますけども、まあ、6回ね、これ高梨投手一人で行きたかったと思うんですよ。ただ、これ繋がれたことで、2アウト1、3塁になった時に、まあ、バッター菊池選手で、まあ、ここで船場さんの投手を投入するんですね。で、結果的にショートゴロ、スライダー2球打ち取るんですけど、ここは多分ね、高梨投手だけで行きたかったと思うんですね。あんま投げさせたくなかったと思うんですね。うん。だからそこはちょっと、ジャイアンツからしたら誤算かなと思いました。で、7回表から、これ、堀江投手出てきて、これも結局、この回4点取るんですよ。で、これも結局、エラーから始まるんですね。先頭のこれ、丸さんが、まあ、セカンドゴロ打つんですけど、菊池選手がね、名手菊池選手がちょっとエラーをしちゃうと。で、で、それも、エラーで、ランナー1塁だけじゃなくて、2塁まで来たんですね。それもめちゃくちゃでかかったんですね。うん、高走塁で、ランナー2塁まで来たんですよ。で、浅野選手がバーンとしますと。で、ワンアウト三塁で絶好調の吉川選手に回して、まあ、前進守備してきてね。前進守備をするってことは、ヒットゾーンが広がるってことなんで、吉川選手ね、初球からこう、ベルトよりちょっとやや上ぐらいのね、ストレートをパチンって、コンパクトに振って、で、これセンター前。これ素晴らしいと思います。はい。で、その後も岡本選手がね、サードの内野安打。だからこう、バーンって跳ねた感じでね、内野安打打ったりとか、で、ツーアウト一、二塁からは坂本選手のね、タイムリーやったりとか、で、オコエ選手にもタイムリーやったりとかっていうところで、まあ、この回一球4点取るんですけども、まあ、堀江投手もね、ちょっといい球すごくあるんですよ。いい球あるんだけども、最後の決め球がね、ちょっと甘くなったりとかっていうところがあったんで、ちょっともったいなかったなっていうところあるんですよ。球も速いし、すごくいい球投げてるんだけど、最後の球がだけが甘いっていう感じがね、オコエ選手の時のね、タイムリーなんかはもろそうやったと思うんで、ちょっともったいなかったなっていう感じがしました。で、最後7回、裏にですね、1点取られてしまうんですけども、これもね、ちょっとね、平内投手かわいそうだったなっていうところはありまして、というのも、2アウトからピンチヒッターの、林選手にね、まあ、2塁打打たれて、で、2アウト2塁で秋山選手という場面の時に、まあ、センター前ヒット打たれるんですよ。これ結果的に言うとね。でも、その前の球から、前の球が忘れてるんですけど、多分ね、三振だったんですよ。ファールチップというか、こう、なんかファールチップやって言って、大城選手が、これ多分ノーバンで取ったんですよ。ノーバンで取ったんですけど、なんかその、それがワンバンで取ったのかなっていう風に思われたのかわかんないけど、それをファールって言ったんですよね。普通でスローで見たら、絶対取ってるんですよ。絶対空振ってるというか、別にファールチップでも、ノーバンでキャッチャー取ってたらアウトなんで、三振なんで、そこはね、ちょっとね、なんかこう、審判どうなのってところは思いまして、で、その後に、同じスプリットをね、ちょっと浮いてきたスプリットを、まあ、センター前ヒット打たれたんで、ちょっとこれでね、平内投手の実績点になるわけですから、ここはね、ちょっと審判もね、ちゃんと見なあかんねって、うん、これもスローでやったりとかしたらええのにって、僕的には思いました。はい。で、最後、まあ、9回表ね、まあ、これね、この8対2という試合ですよ。で、はっきり言って、まあ、そのカープファンからしたらね、あ、もう今日負けやな、みたいな感じで思ってる雰囲気の中、この先頭のね、岡本選手9回表なんですけど、セカンドゴロ打ったんですね。で、もう普通にヒットかなと思ったら、これ菊池選手が回り込んで、ね、ファインプレーするんですね。ファインプレーしてアウトにするんですけど、前昔ね、イチロー選手がなんか言ってた言葉なんですけど、そのイチロー選手って、まあそのオリックスとか、まあそのマリナーズとか、まあいろんなヤンキースとかいろいろ言ってますけども、まあマリナーズの時かな、マリナーズって結構弱くて、で、それで、まあイチロー選手がすごくヒットを打つんだけども、チームは弱いっていう状況があったんですね。で、その時に、その、こうすごい点差の試合でも、自分が例えばこう、いいパフォーマンスをしたら、お客さんは喜んでくれるから、だから僕は、絶対常にね、いいプレーというか、ベストプレーというかね、をしたいんだみたいなことを、インタビューかなんかでおっしゃってたんですね。で、本当にそれだなと思って、これまあ、カープファンからしたらね、本当、あ、もう今日試合負けやって、最悪やって、また負けたわっていう感じになってると思うんですけど、でも最後にね、この場面でも、菊池選手がこうやってファインプレーをして、最後、観客がこうバーって湧いたっていうのがあるんで、まあ本当にね、そういうプロフェッショナルというか、まあ点差に関わらずね、その選手のプレーを見て、
盛り上がるってこともエンターテインメントだと思うんで、非常にそういった意味でね、素晴らしいプレーだったなと思いました。はい、そんな感じでですね、今日はね、まあジャイアンツね、いい形で勝ちました。で、マジック6というところで、まあ非常にこう、優勝にだいぶ近づいてきたなっていうところはあるんですけども、まだまだ気抜かずにね、やってもらいたいなというふうに思うし、まあ五分でいったらね、まあおそらくまあほぼ優勝だろうってところはあるんですけど、まあまだ何が起こるかわからないのが野球でね、それが面白さでもあるので、うん、そういったところはね、気を引き締めてね、やってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、終わっていこうかなと思うんですけども、もしまだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。